さんちは永田ひろです。今日はね、今年初のミーティングで栃木に向かってます。いやー、なんか久しぶりですよね。あいにくも今日なんか天気が悪くて、予報では曇りだったんですけど、なんかね、朝からパラパラ降ったりとかね、まあ、このまんま天気持ってくれるといいんですけどね。到着。まだ誰も来てない。
すげえ、これ彫刻刀で彫ってあるらしいですよ。うわあ、久しぶりに入金に来て、まあなんか楽しかったっすね。ということで、帰りはまた下道の大好きな信号で帰ります。永田裕也でした。じゃあねー。